舞台は山形県飯豊町。ハウスの中で育てられているのは大葉。実はこの大葉、水の力で電気を起こす小水力で作られているんです。今までの農業というのは化石燃料を使って農業をやってきたわけです。まあ、当然それは二酸化炭素を出し、まあ、環境に負荷をかけるわけですね。じゃあ地域にある水を使ってエネルギーを作ればよろしいんじゃないか。冬は暖房にも使えますし、動力にも使える。小水力による農業の産業化を目指す。発電機を設置したのはハウスの裏山。斜面の下を流れる落差およそ12メートルの水路の勢いで発電し、ハウスに電気を送ります。大学と地元の人が連携し、地域が一体となって進める試み。大葉にした理由はこんなところにありました。消毒がいらない、全然いらないというのと、非常に切り作業で済むというのと、収穫が楽だと、一番もう取りやすい、取り扱いやすい商品であるというので。大切なのは、少しでも多くの人が参加しやすい仕組みを構築し、取り組みの輪を広げること。単なるエネルギーとして使うだけではなくて、そのエネルギーを使って産業を起こすと、人々がそういう科学技術を自分たちのためにうまく使っていく、その結果その地球温暖化の解消にもつながっていくんではないかと。